淡い月夜が私を包む。道を照らす街灯は心もとないが、それがかえって月の光を肌で感じられて心地よかった。今日は少し気分が沈んでいた。だから気分転換にと散歩に出たのだ。時刻は19時を回った頃だ。少し都心から離れたこの街は夜とても静かになる。その雰囲気が私は好きだ。それに思い出もある。あれは私がこの町へ越してきたばかりで、右も左も分からずうっかり迷子になってしまった一言だ。見知らぬ土地に対しての不安で大人気もなく涙ぐみながら目的地までどう行こうか本当に迷っていた時、少しこわもてのお兄さんが声をかけてきたのだ。最初は警戒した。だけどスーツ姿のお兄さんは少し視線をさまよわせてから胸ポケットからあるものを取り出した。警察手帳だった。こんなこわもてからは失礼が想像できなかったが、どうやら本物の警察の方だったようで、ここ最近女性を狙った事件が起こっているため声をかけてくれたようだった。その話を聞いてもまだ怖がる私に、警察のお兄さんは交番まで案内してくれて、そこでおまわりさんと交代、親切に行き先まで地図まで書いてもらい、私は無事にたどり着けたのだ。その後ローカルニュースで犯人が無事捕まったことを知り、安堵したのと同時にあのお兄さんには申し訳なかったという気持ちと感謝の思いがある。あれっきりになってしまったけれど、できることならもう一度淡い思いを抱きつつ、私は帰路へと着くのだった。